はい、先月には元新潟市の飲酒動画です。今回は、こちら麦とホップ新しくなりました。はい。新しくなった麦とホップ、2018年バージョン、2018年3月バージョン、アルコール度数 5%。原材料が発泡酒、カッコ、麦芽とホップと、大麦と、スピリッツ、カッコ、大麦です。素材が良ければそれだけでうまい。10年目の答えです。って書いてありますね、ここにね。で、あと特にここら辺なんか書いてありますけど、英語で読めません。はい。今日はですね、つまみに、こちらご用意いたしました。じゃーん。アイスランド産クジラ刺身。てってきてってってーってってー。アイスランド産？はぁ。100g あたり280円もする。高っ。ただね、俺クジラ初めて、食べたことないんで、買ってみました。はい。刺身用って書いてあるんでね。刺身で。クジラ刺身用って書いてあるんで、刺身でいただきたいと思います。麦とホップは、まあ、割かし、最近ザ・ゴールドとかになったけど、また変わったんだね。結局ね。結局また変わったんだね。麦とホップザ・ゴールドになったじゃないですか。1年ぐらい前に。1年ぐらい前にね。1年かどうかすらも覚えてないけど。割と半年前ぐらいに変わった気すんだけどな。でも大体、大体あれなんだよな。最近年齢感覚、年齢じゃねえ、時のあれが麻痺してきてて、麦とホップ、意外と経ってたりするんだよね。時がね。意外と時が経ってたりするんですよ。それでは、乾杯。ちょっと思ったのが、やけに泡がクリーミーだなっていうのは今一瞬っていうか、普通に思いましたね。あれなんかやけに注いだ時に、クリーミーやなって。あ、10年目の新発売だって。嘘つけ！おい、嘘をつくな、嘘。ほら、さらっと嘘をつくな。おい、麦とホップザ・ゴールドはどうなんだろう、一体。新発売とか抜かしてんだけど。わろた。麦とホップの旨味だけ。インタランガンダーっていろいろ書いてありますけど。三つのこだわり。麦。麦原料 100% のうまさにこだわり抜く。ホップ、手間を惜しまず、味に深みを出す。製法、時間もまたうまさに変える。麦穂のザ・ゴールドはどうなったの？あれはなかったことにされてる。それはよくわからへん。美味しいですね。美味しいは美味しい。これ、今までの麦とホップと違うところは、なんだろう、甘みがあるところかな。明らかに甘みが強いですね。ビールなのに甘みが強いってどういうことかって、まあ、言う人もいると思いますけど。まあ、甘みが強いですね。これ本当に麦とホップの
ザ・ゴールドは本当にどうなったんだ。なんか本当になかったことにされてる。もしかして。本当になかったことになってる。麦とホップ、ザ・ゴールド。なんだろう、あれ何だったんだろう。甘い。これはすごいですね。第3のビールは、まず、第一に、やけに泡がきめ細かい。すごいきめ細かい。なんだこれ。めっちゃきめ細かい。いただきましょう。なんだこれ。マグロよか。めっちゃ筋がある。なんだこれ。もうちょっとさ、筋ありすぎるんだけど、もうちょっとちっちゃく切ってくれるかな、この、切った人。でかすぎてさ、すっげえ筋張ってんだけど。麦とホップのザ・ゴールドはなかったことになってるっぽいですね。いや、美味しいですよ。うまい。なんか、甘さを感じる。前の麦とホップのザ・ゴールドに比べると、なんだろうな。まろやかになっている。と、俺は思います。なんか、飲み口がまろやかになった。飲みやすくなった。美味しいですよ。非常に。非常に美味しいです。ただ、逆に言うと、荒っぽさが全くなくなって、まろやかになりすぎてる気もする。で、なんか甘いんだけど、そんなに結局甘いっていうのはあんまり、まあ、いいか悪いかっていうと、まあ、人それぞれじゃないですか。まろやかさだって、いや、俺はドライな方が好きだっていう人もいるし。
本当になんか10年目の新発売とか言ってるけど、10年目の新発売だったの。もうなんか、あのザ・ゴールドがないことにされてる。あれはいわゆる黒歴史だったんだろうか。わかりません。札幌ビール、札幌ビール。なんか、新しいのが、あれ？俺、ああ。あれか。あ、エビスビールのザ・ホップが出ますね。2018。5月8日限定発売。ザ・ホップか。エビスはまずくなってから、あれ一切飲んでないけど。本当にまずくなってから、ラベルが変わってから、一切飲んでないですね。ああ。これなんだろう？チューハイ。え、アルコール度数 8% のチューハイが札幌から出るらしいぞ。リラクスっていう、チューハイが出るらしい。アルコール度数 8%。これなんだ、甘味料含まれてたら俺買わねえぞ。言うとくけど俺甘味料入ってるの絶対買わねえから。甘味料入ってるかどうか書いてね。4月の3日発売。アップル味とレモン味とブドウ味が出るらしいです。気になる方は、ぜひ、札幌の、うん。うん。なんだこれ。臭い。クジラくっさ。なんだこれ。うわ。まずこれ腐ってるんじゃないよね。まず、うわ。うお、なんだこれは。まず、これがクジラの、なんだ、臭みか。うわ。うわ、まず、これ、うわ。普通に、うわ、普通にさ、なんだっけ、マグロかなと思ってさ、マグロっぽいからさ、普通にマグロっぽい味だなと思って普通に食ってたら、なんか部位で違うのか。うわ！これはまずい。うわぁ、これはあかんわ。これはあかん。まずい。うえ！なんか、捨てちゃった。なにこれ？すっげえ臭い。くっさ。V が悪いのかな？なんかやけに黒い V だけど、これは、やばい、食わないでおこう。うわ、まず、うわ！うわ、なんだこの生臭いというか。いや、生臭いとかの、あれを超えてきてる。まず！もう二度と買わねえわ、クジラ。うえ、気持ち悪い。うわ！おおおお、くっさ！おお、くっさ、なんだこれ。何このすっげえ臭いっていうか、なんか、くっさー、なんか腐ってる。
腐ってるような味するぞ。いや、香りが、くっさ。うわぁ、クジラまず。うわ、くっさず。口に、めっちゃ残るわ、口に。うわ、くっさ。こっちは大丈夫かな。なんか赤いとこと黒いとこがあんねん。黒いとこがすっげえまずかってん、これ。色がね、明らかにね、黒いんすよ。赤黒い。もう黒い。うん。あーくっさ。おー、まずかった。こっちは美味しいわ。うん。あ、こっちは、うん。こっちは、あの、マグロの、筋張ったマグロだ、これ。それでも筋張ってる。めっちゃ筋張ったマグロ。もう見てわかる通りの、もう筋。この筋。筋多すぎ。ああ。これマグロだ。これ劣化マグロ。値段高いくせに劣化してるマグロ。さらに筋張ってるマグロ。二度と買わねえ。クジラ二度と買わねえぞ。ボケ。クソ舐めやがって。お、札幌、香るウーロン茶割りっていうのは出るらしいですよ。限定。国産ウーロン茶、これ俺前飲んだっけ？ごめん、忘れた。なんか飲んだ記憶があるんやけど、緑茶割りを飲んだ気がするんやけど、ウーロン茶って出てなかった気するけどな。ウーロン茶割りは、あ、これウーロン茶割りだけ限定発売っぽいです。あ、だからやっぱ飲んでねえよ。国産ウーロン茶葉 100% 使用。これいつ出るんですか？アルコール度数 6%。これいつ発売？これ。いつ発売かも書いてない。ということはもうすでに発売してる可能性すら。謎だ。筋張っててさ。うまい。だけど、全くこの、麦とホップ方向性変えてきたね。ここに来て、ザ・ゴールドから一転して、ザ・ゴールドは割とさ、なんて言うんだろうな。香りもあったし、で、まあ、香りもあったし、まあ、喉越しもあったし、で、コクはあるかどうかって言うと、まあ、微妙やねんけど。で、もうこれは、口当たりがまろやかになって、もうまろやか思考。で、せやな、香りは大してないんやけど、まろやかになって、で、喉越しもあんまりなくなった。ただ、やっぱり、泡がその、泡の、きめ細かさと、あと、なんやろな。いや、こういう方向性変えるのはやっぱりあれなんですよ。いいことかもしれへん、結局。
でも全く癖がないんですよね。癖がなく飲みやすい。まあだからなんて言うんだろうな。だからクロート向けじゃなくて初心者向けになっちゃったって感じでは、まああるんだけど、まあ、ちなみに黒も黒、麦とホップ黒。これも、4月10日に、リニューアルしてくるらしいですね。まあ、個人的には、昔と今の麦とホップどっちがうめえかって言われたときに、まあ難しいんだけど、こっちの方が、全然その特徴として、すごい一発でわかる。一口飲んだ瞬間にもうなんか、あれってなるね、これ。他の第3のビールって大体荒っぽくて、割とその、まあ飲みづらいって言い方もあれだけど、そういう感覚なんやねんけど、その、今の、第3のビールを、その、大体今の第3のビールって拮抗してたんや。何でもかんでも。うん。すごい味が拮抗してたんですよ。ほとんど同じ。なんか突出してる、まあ、全部同じような、その、割とドライな感じで、で、喉越しを求めていて、喉越し重視みたいな感じ。だったんやけど、それで結局、その、各社、味が大体ほとんど同じやった。第3のビールって。で、そこから、そこにちょっと、一線を、一石を投じるみたいな感じで、麦とホップが明らかに、もう、まろやか思考できてんな、これ。超絶まろやか思考できてんね。麦とホップ、とうとう。もう、10年目の新発売ということなんで、まあ、ザ・ゴールドはなかったことになってるんだけど、まあ、どうでもええわ、そんなこと。超マイルド思考できた。第3のビール！超マイルド第3のビールみたいな感じ。そんな感じ。超マイルドテイスト第3のビールみたいな感じ。うん。そんな感じやね。だから、コクは実際大してないんだけど、まろやかにすることによってちょっとコクをなんかあるように見せかけるみたいな感じもあり。まあ俺は別に好きじゃ、嫌いじゃないっす。うん、こういうのはね。だから何か突出するには、突出するには何かその、あれが必要なんですよ。突飛した、ね、能力が必要なんですよ。コクは大したことねえんだけど、甘みがやけにあるんですよね。これやけに甘みがあるんだわ。で、香りも大してないんだよね。だから、突飛してんのこの甘みなんだよ。だから、まろやか思考で甘み思考になって、まあ女性向けっていうのは、明らかにわかりますね。これは女性向け、スーパー女性向け。これは男はあんまり好かねえだろう。かどうかわからんけど。まあでも、マイルドっていうのは悪くはないんで、男性でもマイルド、口当たりマイルドなビールとかって好きな人もいるでしょうか。当然ね。3、4、34で少しありました。